思いっきり外していったわ。思いっきり外していこう。来た。お、トランポリン、ゲッチュ。うわ、なんで目がついてんだよ。おい、なんで目ついてんの、おかしくない？ジースティングだろ。なあ、この目はジースティングだろ。こんな時間にもこんな見るな目にもいるよ。もう離れないもんな、一匹。離れよ、もう。やだね、興奮してきたな。お、目消えた。うわお、マイクマス、チッチッ。おっと、見えねえ、ボットかな。オッケー、ナイス。ソロは心細いからやらない。そうかな、まあでも僕が配信者じゃなかったらねえ、友達とやってるかもしれないからね。配信者じゃなかったらソロはやらん。何これ。お、トランポリン。ゲッツ。お、なんか金武器落ちてる。なんかいろんな金武器落ちてんな。あー、弓矢落ちてますね。あー、これはなんで？なんでこんなにの？お、いいんじゃない？いいんじゃねっすか、これで。金の傘。お、ラマ。ダメだ。ナイス、これは強い。やばくね、今の使い方めちゃくちゃうまいと思います。 Thank you。今の使い方やばい、パーフレイズでしょ、パーフレイズでしょ、これは。ドームジェロリーズ見ました、皆さん、スイッチ勢の皆さん見ましたか、今の使い方がプロフェッショナル。やべ、まだ開いてたっけ。開いた、閉まってた、大丈夫だ。いや、これビクロイだな。うん、あざっす。まあこういう風にね、あのゴースティングされなければもう通常にね、うまいという。いや、まあ配信等ねしてる場合、言い訳させてください、言い訳させてください。もうゴースティングがほぼほぼもういないってなった時には勝っちゃうんですよ、毎回。うん、本当に。あ、金ロケあった、ごめん、トイレ帰ろうと思ったら敵がいた。飛行機を取ろうとしたな。いた、バカ。めっちゃインファイター、弓矢なんだな、あいつ。で、詰めてきてる。オーケー。
ナイス、クリアリングナイス、残り3。アンチめちゃくちゃ有利じゃね。やばい、逃げられた。でもここにいるだろう。てかこっちの人どこ行った？やばくない？いた。オーケーオーケー。セロ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 。うぅー！どこ行った？あ、一人死んだ。なんだよあいつ。危なっ、危なっ、当たったら死んでた今。あははは、危ねえ。この人だな。見えねえ。危ねってこの人。いやー体力勝負になったらやばいな。やば、ああ面白くない感じか。わからない。オーケー、ジジイ。Thank you。まあそんな感じでね、ボクシングチャンネルはまあすぐにビクロイすることができるということなんですよ。はい。